はいどうもこんにちは、サイです。今日はですね、アクロバティックサラサラを書いていきたいと思います。その前に一つお知らせです。現在リクエスト投票企画を実施中です。参加方法はいいねボタンを押してコメント欄に書いてほしいキャラ名を書くだけ。すごく簡単な企画なので、ぜひぜひ参加してもらえたらと思います。そしてもう一つ、私のオリジナル漫画キングが Kindle で全話無料公開中です。先ほどのリクエスト企画の裏技になるんですけども、 Kindle でレビュー感想を書いてくれた人にはリクエストを確約でお答えするという裏技があります。概要欄のリンクから Kindle に飛べますので、興味ある方はぜひぜひ読んでみてください。よろしくお願いします。セルフ成人の時もそうだったんですけど、まず鼻から書いていきます。鼻を一番最初に取った方が多分バランス取りやすいですね。これで結構小鼻を大きめに書いて、で真ん中は台形で、で鼻の横に目をまず丸く描きます。でこれを黒く塗りつぶします。で、まつげを描いていきます。上に1。で、こっから横に2。で、真横3。で、この間ちょっと多めで4、5、6。で、7、8、9とか。で、また横10。で、この間に3つ。11、12、13と。この辺りまつげの数とかも数えて正確に描いた方が綺麗に模写はできると思います。なので正確に数えた方がいいですね。で大体左右対称になるように今度右目描いていきます。また丸を描いて、で黒く塗りつぶします。まつげをまず真上に1、で横に2、で真横3、ここの隙間が割と大きいですね。で4、5、6、7、で8、9、10、11、12、13と。で目がつけたら輪郭ですね。頬骨をすごい突き出していくので、ここなだらかな曲線で描いて、ここから口を描いていきます。横に伸ばして、で大体この小鼻の横ぐらいまで来たら斜めに落として、で唇で同じように小鼻の横ぐらいまでグイッと上げて、ここは左右対称です。高さここ揃えて、でまたグイッと上げていきます。で横頬骨飛び出させるように、この唇のところを二重にしていきます。で鼻のところからこれ上眉毛みたいなちょっと感じで、本当はあの影なんですけど、こっちもこうライン一本入れて、でここの顔の模様ですね、小鼻の横のところから斜めに上げて、で顔に沿うようにグッと、でこれが3本です。で唇のところに2本、でこれも左右対称になるようにこっちも2本、また頬骨から小鼻に、こっち下すぎたかな、ちょっと修正しますね。下す、もうちょっと目にくっつけてよかったですね。でここから歯を描いていくんですけど、歯はまずこの前歯ですね、前のこの唇の幅に合わせて縦に落とします。でだいたい真ん中にラインを入れて、でここ真ん中ちょうど顔のこの中心線のところに1本入れて、で左右に
入れて、前歯は4本ずつです。でここ下唇からこの上のここと合わせるように斜めに上げて横に、でこれまた唇に入れしていきます。で次にここの面ですね、このへこんでる1段階上がったところ、ここに歯が2本きます。なので、で横ピッピッと、で奥が3本です。で奥はちょっとこう斜めに内側に入れるように、上が広くて内側にこうグッと入っているような感じで3本。では反対側、これは角度の問題なのか分かんないんですけど、こっちのここは3本あります。なので2、3と、ちょっとずつこう斜めに上げていきます。で奥はやっぱり3本です、ね、ちょっと内側に入れながらでした。で輪郭の続きですね、ここエラを出して、でちょうどここのライン、縦ここのラインに合わせて顎をグイーンと出していきます。でこっちのこのラインに合わせて顎を上げていきます。でこのエラの位置は左右で揃えて、左右に髪の毛下ろしていきます。でここ横の毛がスーッと輪郭の横通って出ていって、で大体これ左右対称になるようにこっちも下ろしていきます。で大体このエラのところを通るように毛を1本内側に入れていきます。で帽子ですね、帽子は顔のこの中心ラインからここからこの髪の毛の部分までのだいたい 1.5 倍ぐらいのところをイメージして顔からはみ出させていきます。鼻から髪までのだいたい 1.5 倍。でこっちも一緒です、この 1.5 倍ぐらいはみ出させて、でちょっとぺったんこの帽子、あとは首がここでこう服ですね、こっちもこう出ていって縦縞を描いていくんですけど、まずこの顎のところから真ん中の中心ラインを挟むように2本下ろします。で次この顎の端から1本下ろして、で今度このエラまでのこの間のところから1本、で締まって角度がつけばつくほど幅が狭くなっていくので、この肩に近づくほど縞が狭くなっていきます。でこっちも一緒ですね、このエラのところの顎からちょっと上がったところ、ここですね、左右同じ位置から1本下ろして、でもう1本、でこっちは縞が細く、でサラサラかなり首が長いのでちょっと肩のボリュームのあるところの袖だけちょっと描いておきます。肩を膨らませて、で大体左右対し高さ揃えて、トップですね、トップを揃えて、で最後は髪の毛にタッチ入れておきます。は
い、というわけで完成です。もし参考になったらチャンネル登録やいいねボタン押してもらえたら嬉しいです。で、何か書いてみたいリクエストがあればぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。はい、というわけで今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。